やがついに昭和日本鉄道ジラマ、鉄道ゲージ、鉄道模型42号から頑張っていきたいと思います。今回はですね、こちらですね。今回の模型はこちらです。よっ。ビルですね。まあこういう風に入れて、まあ、ここにこう押し出すみたいな感じですね。こんな感じで、はい、完成。早かったんで、次の回も行きたいと思います。次は43号ですね。走っておきます。43号は何かな。これもビルですね。何もってんだな。線路とこちらもビルですね。これもあっという間にできそうなんで、一気に押してるんでね、他の号で結構押したんで、ちょっとこれはちょっと一気に、ね、こうガチガチいきたいと思います。こういう感じで、またこれビルでこうしてね、こういう感じでこれね、はい、完成。これボンドのとこ、これボンドのとこ、これピロッと取れるときはね、絶対ボンドのとこないとね、なくしますからね。100%。ということでね、これ一気に打ち出して完成。はい、こちらの方に置いておきましょう。また次行こうか。次の号。早いね。ここは早い。ここは結構早い。こちらの方ですね。はい、ということで、44号は、これも建物ばっかりになるとやっぱり早いですね。これあ、リレーラーがついてますね。はい。リレーターラーってのは何かっていうとね、線路に入れるときに、このね、なかなか車輪がレールに乗っからないんで、これをこれ、ピューって感じで乗っけるやつですね。結構便利です。はい。で、あと、レールと、こちらの建物ついてます。まあ、こう建物も一気に作っちゃいましょう。よっ。早いねー。ガツガツいってます。ガツガツいってます。ガツガツいってます。あ、取れる。ちょっとこれ、ここでなんで精度がこんな落ちてるんだ。なんでこんなバラバラになるんだ。珍しいぞ、これは。珍しい現象ですね。よっ。ぺたんこ。ダンコ、ダンコ、ダンコ、ダンコ。完成しました。早いね。巻いていこう。はい、次ね、45号です。45号来ました。45号も行っちゃいます。で、今回も建物だと思います。建物でございます。建物またね、組み立てていきたいと思います。今回シールがあるんですよね。シールとこれですね。ここがセットになっております。こちらの方開けていきたいと思います。よ。あ、これシールですね。またシールはね、また今度貼りますね。はい。先に建物を建てましょう。これは透明？透明なの？なんだろう、これ。まずですね、三角のポールみたいなのを、こいつ結構、これ手強いか？手強いか？これね、こうか。抜きやすそうなのはね、もう貼っていくのが一番いいだ。あとでね、あーってなるんでね。
ここですね。はい。で、次ですね。この、ちょっと大きめのお家をここに入れるんですね。ここに大きめのお家をグッと入れます。おお。小さな家を、塀かなこれ、なんだろうな、よっと入れます。次またこの塀みたいですね、なんかよっと入れます。はい、はい、完成しました。いけましたね。こんな感じです。またこれもね、下ごしらえでもしときますか。これをこう半分に切りまして、難しいんですよこれね、どういう風に持っていくかって結構ね難しいんですよこれ。やった人はみんなわかるんですけどね、あ、この角度じゃダメだとか、そう、わかりにくいんでね、よっ、ちょっとミスったかもしれない、ちょっとやらかしたかもしれないけど、でね、両面テープを用意しておかないといけないもんなんで、テープを切るとね、ハサミが切れにくくなりますよね。いつも言ってる通り。おっ。こちら側も行きましょう。ということで今回ですね、こういうふうに感じで、走りましたけども、まあこういう感じでね、これだけレールとイレラと、まあ、建物が3つとって感じですね。はい、どのポジション、このポジションでいいか。これ邪魔か。こんな感じでね、42、43、44、45の、建物をね、作ってみました。それでは皆さんごきげんよう。バイバイ。またこれはね、どうでしょう。ここに入れときますね。まあ、作ってないのいっぱいある。シール貼らないといけないんですけどね。はい。